というわけで、皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、そろそろラストだよね。ゆっくりおりんなのだです。というわけで前回地獄のチェイスを終えまして、何やら明るい通路に来ましたね。いよいよ脱出かしらね。よかったよかった。だといいんですけどね。まずはこの通路から見ていきますか。なんだか明るそうですし安全そうじゃないですか。この先って何？はいはい、ここはダメです。次の場所行きましょう。というわけで先に進んでいきましょう。多分この通路で合ってるはずです。あなたの字幕が邪魔で見えなかったけれど、今路上にいるらしいわ。出口はすぐそこね。見てくださいよ。外の明かりも見えてますね。素直に返してくれるのかしらね。会員の原因ってあのアパートにいたババアじゃないんですか？アパート抜けたし大丈夫でしょう。どんどん不穏な通路になってるわよ。いやほら、ここ裏路地ですからこういった通路があってもおかしくはないでしょう。ま、それもそうね。頑張って進みなさいな。あらー。こりゃもうしばらくこの世界とお付き合いしないといけないようね。嫌です、帰ります。帰るために探索するのよ。通路の終わりにやって参りましたけれども。出口来たじゃない。これは一筋縄では脱出させてくれないやつ。チェーンカッターが必要みたいですね。てか開いてる天窓から脱出でいいでしょうよ。いけないわ。開いてる窓に手は届かないし、塞がれた通路の荷物もどかせないの。お？自販機に何かある。見た感じチェーンカッターではなさそうね。何かしら。確かめようにもこいつ1円も持ってないみたいですよ。仕方ないので小引きしに行きましょう。金がないからここに来たんでしょうよ。あ、忘れてました。っていうか通路入ろうとしたら周りがめっちゃ暗くなったんですけれども。これは、驚かされるやつ。最悪やんけ。まあいい、覚悟を決めて進んでいきましょう。で先ほどまで道だった通路が開かないドアになってますね。何かアクションしたら開くんでしょうか。ひとまず後回しね。進める場所を探しましょう。早速入ってくださいと言わんばかりの赤い扉がありますけれども。細い通路ねー。こんなところでびっくりさせられたら、恐ろしい妄想やめてもろてね。上と下があるのでまずは階段の下を調べてみましょうか。なんだか見覚えのあるメーターが並んでるわよ。ってことは外れ通路ですね。案の定何もなかったので上に行きましょう。だんだんと不穏な空気になってきてるわね。しっかりと警戒しときなさいよ。と言われても、全く意図しないところでドカーンってくるんで回避のしようがないんですよね。悲しい。そういえばそうだったわ。ここには何もなさそうですね。ドアも開かない感じ？そうなんですよ。こんなにあるんですから、一個くらい開いてもいいと思うんですけれども。じゃあ反対側にかけるしかないわ。反対側にはエレベーターがありました。何この張り紙？なんでしょうこれ。さっきからよくわからない鎖みたいな音鳴ってません。めっちゃ気になるんですけど。リフトが動かない。発電機のガソリンが切れた。スターターレバーが壊れた。らしいです。とりあえずあのエレベーターを動かすためにこいつのガソリンとレバーを見つけなければいけないようです。レバーについては序盤の通路の自動販売機にあったわね。ってことはお金とガソリンが必要なわけか。全く見当がつかないので。悟り様。何かいます。めちゃくちゃこっち見てるじゃない。さあ突撃よ。無理ですよ。絶対嫌ですよ。はい、この世の終わりです。ご視聴ありがとうございました。でも行かないと話進まないわよ。あそこ以外出口ないんだから。どうして人はこんなにも愚かなんですか。私にはわかりません。行きますよ。行っちゃいますよ。ドッカーンって来ても責任取りませんよ。いいからさっさと進みなさい。消えちゃー。ははは、いいですね。楽勝ですよ楽勝。はい、私の勝ちです。なんで負けたか明日までに考えといてください。すぐ調子に乗る。この通路は最初にここに入ってきた場所ですね。東大元暮らしでここの探索してませんでした。何か紙が貼ってあるわね。次へのヒントかしら。ですね。ブランコのそばの岩の下を見てごらん。だそうですが。ブランコなんてあったかしら。いやー、まだ見てないのでこの先にあるんじゃないですかね。もうちょい進んでみますか。こっちは行き止まりか。何よこの赤い冷蔵庫は。特に何かアクションできるわけではないみたいですね。公園に来ましたね。ブランコのそばに何かあるんでしたっけ。早速探しましょうかね。ブランコってこれですよね。ブランコって知ってる？もしかしてバカにされてる？おい、何もないぞ。どうなってるんです。どこかしらでそこ寝てないの？もしかしてブランコってこれ？いや、それはブランコじゃないでしょうよ。ははは、は、そして今度は赤い冷蔵庫の中へ。はい、というわけで、私が知っているブランコとこのゲームのブランコがちょっとずれてたのですが、無事に見つけましたね。もう何も信用できないわ。はい、いかにもヤバい冷蔵庫に戻ってきました。プルプルしてない？マジで勘弁してほしいんですけれども。開けたらドッカーンと悲しいよ。
それはあの冷蔵庫くん次第ね。後ろの電気もチカチカしてるし、これ来るやつじゃん。もういやや、行きます。わあ、こいつ舐めてますね。バラバラに分解して埋めてやりましょう。冷蔵庫に対しての当たりが強い。庭のピンクの布をご覧になりましたか？その後ろに何があるかみたい？庭ってまさかさっきまでいたとこ？あそこ以外に庭ってなかったわね。やっぱり舐めてますね。というわけで庭に戻ってきました。赤い布ってどこにあるんでしょう？あなたこの辺は散々調べたじゃない。そこら辺にはないわ。確かにそれはそう。じゃあ周りに何かあるんですかね？赤い布でしょう？目立つものだとは思うんで目に入ったらすぐわかりそうですが。もしかしてお前か？もうこの辺で赤いものこれか冷蔵庫しかないねん。赤い布だし間違いないでしょう。来た、これはシャッターですね。何が待ってるんでしょう。でもってこれは赤い布切れ。もういりません。何これ？秘密基地的な？こういうのワクワクしますよね。男の子の夢ってやつです。さて、ここに進むためのギミックがあるといいんですけれども。また紙だったら切れます。ここは完璧な隠れ家じゃないか？家族や町全体が心配だったから、そこに隠れたんだ。空論に生きている人間が一人も残っていないのはいいことだ。小銭がほとんどないんだ。ほう。小銭の話をしているってことは、ここのどこかに小銭が転がっているってことでしょう。じゃあ、こじきしましょうね。血も涙もないわね。残念ながら命には変えられないんです。さてここにもう用はないですね。お邪魔しました。というわけで自販機通路に。だ、誰かいましたよね。自販機横の開かない扉の方に行ったわね。ひょっとしてドアに入れるようになったんじゃない？ああ開いてるわ、最悪だわ。まずはレバーを。いや、最初に探索しちゃいましょう。嫌なものは最初に食べるタイプです。これまでのどの通路よりも暗いわね。これは心拍数上がるわよ。何が怖いって、さっきからアクション起こしてるのにジャンプスケアがないんですよ。つまりいつ来てもおかしくないと。視聴者の皆様も覚悟してご覧ください。スクナさん優しくないんで注意書きとかしないですよ。てかなんでここのドアは中途半端にしか開かないんですかね。あそこに進むんじゃないのかな。階段の方が正解みたいだけれど。この紙は？娘が家出したんだ。何が悪いのかわからないし、妻は3日間も風呂から出てこないし、周りはみんなおかしくなっている。パイプにガスが溜まっているんだ。今まで気づかなかった。全部あいつのせいだと思う。助けてください。パイプのガス？なんだか嫌な思い出が。うわぁ。はぁ？あのガスがこの会の元凶だってことですかね。なあほな。それじゃあ先進んでいきますか。お願いだから終盤であってほしい。てかお化けでないでほしい。わわわわ、なになに、なんでライト消したのよ。いや私ではなく勝手にチカチカしてるんですよ、こっぱ。ただ何かが襲ってくるわけではなかったですね。一安心です。政府はみんなに隠している。私たちがここで死んでいることを。彼らは私たちを近隣から追い出そうとしている。なんだか話がだんだんと壮大になってるんですけれども。これは政府の仕業？ってよりも、ここで起きた何かを隠蔽したって感じですね。あ、ガソリンだ。これで必要なものは揃ったわね。早速エレベーターを起動させるわよ。任せてください。今何か横切りませんでした？ね？気のせいじゃない？そうですよね。よかったよかった。というわけで特に何事もなく自動販売機に帰ってきました。まずはレバーの確保ね。そうですそうです。こいつがないとエレベーターが動きませんからね。あったあった。これどうやって中に入れたのかしらね。業者さんの遊び心とか？さあガソリンとレバーでこいつを直してやりますか。多分今のでガソリンが入りましたね。あとはレバーをつけて。おお起動した。やったわね。ふむふむ。止まることなく順調に動いてますね。ではエレベーターに導いてもらいましょう。何が待っているのか楽しみです。私が何したんですか？正直びっくりしたわ。さあ立ちなさいオリン。なんか今日の悟り様スパルタですよね。あのクソジジイ絶対に許しませんからね。というわけで動くようになったエレベーターで移動します。さて、どこに通じているのやら。もうびっくり演出ないならどこでもいいです。じゃあレッツゴー。にしても古いエレベーターね。途中で止まったりしないかしら。廃墟同然の施設のエレベーターに乗るんですから恐ろしいこと言わないでください。屋上へ。だから登ったのね。まずは無事に到着して一安心です。
そしてめっちゃ久しぶりの外、こんなに安心できる空間だったなんて。周りの明かりがついてるだけで安心感が違うわね。もうここから屋根伝いに逃げた方がいいんじゃない？さっきホラーのタブーを語ってませんでしたっけ？でこのレトロなレコードプレイヤーは何ですか？ついさっきまでここに誰かいたみたいな感じになってますが。実際いたのかもしれないわね。ここは開かないと。お、赤い踏み台だ。ホームセンターとかでよく見ますよね。そうね。でここには、あ、チェーンカッター、これはもらったわね。ようやくこの地獄からおさらばできるのか。というわけで戻ります。さて例のシャッターに戻ってきました。お願いだから脱出させてくださいね。お、どうやらシャッターの向こう側に出たようです。これで帰れるんか。無事に返してくれるといいんだけれども。ちょっと待って、なんか色々とヤバそうなんですけど。これは洗濯物じゃないわね。通路という通路から見物人がこっち見てるし。うわ、な、何してるんですかあなた。そんな本気で頭突きしてたら死んじゃいますよ。まあ多分もう死んでるんでしょうけれども。ひぃー、たくさんいる。サトリン助けて。っていうかこの主人公前世で何したらこんなことに巻き込まれるわけ？安い物件を探していただけなのに。なぜこんな目に。まあまだ命があるだけいいのかしら？っていうかこの通路って最初に通った道じゃなかったでしたっけ？わぁ。おててさ。触れても死なないんで虫。かわいそう。君も特に何もしてこないから虫。かわいそう。ほらやっぱり最初の通路ですよ。ここが開けば外ですよ外。やっぱこいつハンドル握ってないですよ。少し黙ってなさい。ひん。え、廃墟っていうか取り壊されてますやん。まさか今まで見てきたものは全て幻？はい、というわけで無事にウェルカムプークーロンクリアです。お疲れ様でした。なんだかすごい嬉しそうね。そんなことはないですよ。当チャンネルではこういったホラーや一風変わったゲーム実況も投稿してるんで、よかったらチャンネル登録お願いね。というわけで今回はここまで。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。